です。よかった。雨の予定だったんですけど超晴れている。今日はいろいろできるんじゃないかな。楽しみ。ゴー。しゃ。今日はレッドブルで行こう。お金忘れました。今からもう一回戻ります。やけどで怪我した部分はシズパワーパッドできます。おい、あ、太陽のところは暖かいね。うわ超気持ちいい。いいね。うわぁ、本当に気持ちいい。いいね。レオ、海水、触ってみて。見て、足入れてみて、寒いかどうか。寒いよね。どう？冷たいよね。こんなん冷たいの気持ちいい。ね、このインチク海じゃなくて、向こうの本当の海行ってみない？あっち行ってみない？You can try the second floor, yeah. They have no limit there. 人数制限なの？そう、人数制限が。じゃじゃじゃん。お、こっちの方が日当たりいいじゃん。お、こっちの方がいいね。お、いや、いいね。ねえ、綺麗だね。浅いね。あそこだけ深いんじゃん。でも日当たってんのこの辺だけでいいの？でも大丈夫だよ、これいけるよ。いいよ。お、Thank you。 おー、ちょっと濡れてなくて。マリブビールじゃねえの昨日の。そうだよ。あ、マウイ。うへい。しかもこれすっげえ。すげえ。おい、これ昨日のです。おい、マウイビール。じゃじゃん、いいね。間違いない、昨日と同じ味する。いいね。おかしいサイズです、マクドナルド。5ドル。これで5ドル。でもさ、このポテトもこれおかしくない？これよく見るよ、ね、さ、おい、おかっこいい。面白い。 YouTube の編集です。筋トレしてないけどプロテイン HMB。 はい、突然の大雨。はい、突然の大雨です。超寒い。うぅー、この川見て。うぅー、うおー、マジで冷てぇ。うおー、うおー、危ない。大丈夫大丈夫。 OK、 いってはい、シャワー浴びてる間にまたすっげー天気になりました。ザプールはあそこです。 Google Earth で撮ってるみたいな。怖え。アラモアナショッピングセンターに向かいます。じゃあこれから歩いてアラモアナショッピングセンターに向かいます。歩いていくよ。天気もいいし、ゴー。うー、天気良くなってよかった。さあ行くよ。はい、アラモアナはこちらです。近いね、近いね。近いね。
あーマジで気持ちいい。入り替えホテルはちょうどこのアロモアナショッピングセンターとワイキキの、ちょうどね中間あたりです。だからとっても便利。こうやってやってやっぱり昨日の洪水でぐっちゃぐちゃになったところを常になんかこう綺麗に手入れしてるんだなっていうのをね初めてやっぱり知りました。だからこそいつ来てもこの綺麗な状態があるんだなっていうね。なんか水陸両用車みたいなのが走ってる。夏休みのプーケットはこのね、一眼レフでほぼメインで撮影してました。で今回は今ね撮影しているこれ映んないんだけれど、GoPro Hero 5でジンバル付きでずっとメインでこれ撮ってます。はい、アラモアナショッピングセンターに到着。はい、到着。いやしかしね、本当に天気最高。さあ、ここからはもう自由行動かな。僕はコーヒーかビール飲んで待ってます。 OK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 、 カモンカモン。はい、見てきます。はい、見てきてください。適当に、あの後で電話してください。適当にどっかにいます。はい、じゃあここでね、みんな解散で、1時間半後にまた集合。起きたのか。とりあえずね、じゃあ上の方の階のカフェを探してみます。はい、さらに上ね。はい、その辺になんかほらカフェっぽいのがある。そういうのでいいんじゃないの。ほら、いろいろある。近くだからちょっとあっちの奥の方まで行ってみようかと思います。まあ、こっちの方でカフェがあればそれはそれでいいね。まあ、いずれにしてもウィンドウショッピングを別にこう楽しむタイプではないので、僕はねいつもどっちかというと目的外。こっちは違うね、なんかね、違う、ほら駐車場とか出てきたし、違う。戻ります。でもね、こんなね片手にね、一眼レフをこうやってぶる下げて、もう片方にスタビライザーのこうプロ持ってる人とかね、僕ぐらいですね、これね、変な人。なんかね、一般の人よりもむしろあの一眼レフとか持ってる人の方が不思議な顔をして僕のことをよく見てますね。まあ、1個下のこのスターバックスもいいけど、ちょっとスターバックス以外がいいね、せっかくだったらね。このねカフェが良かったんだけど、1個も席が空いてない。しょうがない、ちょっと違う方向にまた向かってみます。こっちもあった。いや、そこのホノルルコーヒーでもいいね。あそこでもね、せっかくだったら太陽の下がいいなみたいなね。ちょっとね端っこまで行くと結構遠そうなんだけれど、まあせっかくなんで行ってみようかな。あー、なんか久しぶりのアバクロだけど、アバクロの匂いが久しぶり。これも15年ぐらい前はね、あのアパレルのバイヤーした時はアバクロの匂いに超憧れてました。まあ今はどうでもいいけどね。物下もいいかもしれないね、これね。都内にいてもそうなんだけど、おしゃれなあの感じのいい雰囲気のいいカフェを探すのって結構大変だなっていうね。まあハワイでも一緒でした。で1階に降りてきましたよ。さっき歩いてたのが上の3階なのかな、あそこです。まあ海もな、なんか見たいんだけれど特に欲しいものはないし。テスラがあった、ね、後ろまでシートあるんだ、これね、知らなかった。やっぱね、モンクレはね全世界同じ匂いがするんですね、これね。同じ匂いがする、オリジナルのアロマです。竹の長いのがねやっぱり好きなんですけれど、あんまりね置いてないんですよ。
ドルガバでしょ。やっぱね、さっきのねカフェスペースがいいかな。もう一回戻ります。お席ゲットです。$3.14これ出てくるのかな。ホットコーヒーもなんかすぐ出来上がるのかと思ったらすぐ出来上がんないね、これね。なんか時間かかってる。どうもね、このねアメリカ放題っていうのはね、なんかちゃんと繋がんないね、これね。繋がっても音声悪いし、 LINE の電話の方の方がだいぶいいみたい。にしてもね、遅すぎるね。まなちゃってんの俺のホットコーヒーは。コーヒー入れるだけでしょ。 Thank you。 遅いよね。はい、娘がくたびれてパパのところに合流しました。はい、アイスいただきます。はい、一人また購入されました。すげえ、アラモアナの隣にあるフィットネスジムが超混んでます。行きます。息子が見つけてくれました。全部ねゴールドジム、グッズです。すげえ、こんなの見たことない。なんだかよくわかんないけど、いろんなの欲しい。いいね。はい、晩ご飯はアラモアナショッピングセンターに戻ってきました。よし、パンダエクスプレス、これ行きます。超並んでんな。モールコンテナーオフチャーミン。はい、今日の動画はこれでおしまいです。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。